チャレンジャーが前に出ます。リングの中央を打ち返すチャレンジャー、頭をホールドしたという注意。渡辺さん、はい、詰めるんですが有利も決定が出ませんね。そうですね、残りも15秒切りました、はい、普通でしたらね、倒してますよ。そうでしょうね、普通でしたら、まあ、あの有利は悪いじゃなくてね、チャンがやはり粘り強いんですよね。そうでしょうね、はい、飛び込んだら左のボディ、第10ラウンドゴング、第10ラウンドゴング、このラウンドは有利10対9、ワンポイント取りました。ユーリ・アルバチャコフチャンピオンは4度目の防衛戦、チャ・ナムフンは世界初挑戦。ロープに追い詰めてパンチを見舞うんですが、堤さん、こう決定的なパンチがちょっと出ないと、いいところでものすごい投手ですね、先ほど渡辺さんもおっしゃったように、決してユーリが悪いんではなくて、チャが素晴らしいファイトなんだということでしょうね。第11ラウンドが始まりました。おっと、これは滑りました、足が滑りました。あ、右のクロスです。この右のクロス、ボディー、ボディー、頑張る、ワン、ツー、スリー、コーナー、急ぎ、チャレンジャー、さあ、追い込んでいった、抜けのコーナー、抜けのコーナー、カッター、抜けた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 、足を崩した、バランス崩した、ダウンか、ダウンか、スリップだ、スリップです、スリップです、スリップです。チャレンジャーが前進してまいります。すぐ立ち上がってチャレンジャー前進してくる。さあ11ラウンド、チャンスを迎えたチャンピオン、チャンスを迎えたチャンピオン、右のストレート、渡辺さん、もうめった打ちなんですよね、めった打ちなんですが、倒しきれないですね、倒しきれないですね、さあチャンスになっています。鷲見さん、はい、ここはチャンスですね。いやでも挑戦者はやっぱり頑張ってますね。そうですね、思い切って右、左、チャレンジャーの右から左のフック、入ってくるところ右のアッパーです。ショートレンジ、ショートレンジ、チャンピオンの右、チャンピオンの右のフック、さあまた足を止めて打っちゃう、左のアッパーから今度は体を入れ替えたチャレンジャー、入れ替えましたね、打っていく、これはアームブロックしています。チャンピオン左ロック、右、そして左ダッキングするが、今度アッパーを狙うかというチャンピオン、アッパー、右、アッパーから右、ワンツー、チャレンジャーのワンツー、青コーナーはもう大変な騒ぎようです。もういけいけです ね、もう行くしかないですからね。この右のストレートか、ショートレンジです、ショートレンジ、右のショート、右のクロス、右のショートクロス、得意なパターンであります。チャンピオン有利交代する、有利交代する、左のジャブが顔面を捉えました。ここで足を使う、大きな右を振ってくる、足を振った、おっとボディ、ワンツー、ワンツー、スリー、左のアッパーから右のストレート、チャレンジャーアッパーから左のフック、チャレンジャー交戦、チャレンジャー交戦、第11ラウンド、ほとんど時間がない、11ラウンド、ここでゴング、11ラウンド、ゴング、よく見ますと、ラウンドダウンがありました。10対8、有利が取っています。さあ渡辺さん、いよいよね、ちょっとね、今ね、チャン選手はね、苦情があるみたいですけどね、やはりあのバランス崩すことはダメなんですよ。そういうことですね、はい、やっぱり打つときにね、あの有利のパンチまだありましたからね、はい、でちょっとまあダメージはないんですけどね、はい、久保田さん、はい、あ、今ですね、記者席の方に行っていろいろ採点を聞いてみたんですが、はい、記者席の採点でも大体7ポイントから8ポイント有利が勝ってると、なるほど、そういう意見が多いようです。はい、なるほどね、まあ渡辺さん、まあそうでしょうね、6ポイント7ポイント、渡辺さんがここまで6ポイントですか、はい、堤さんはどうですか、はい、ここまで、いやー僕はでも挑戦者が一生懸命あんな頑張ってるの見てるとね、なんとかね、こういう風な気持ちになるでしょう。あ、ここ
これ入ってくるところわずかにこうカウンター気味左が入りました。いよいよ最終ラウンド、グラブを合わせます。これでおーっと右のクロスです。川端右のクロス、激しい打ち合いラフグラブ、バランスを崩しましたがこれはスリップ、これはスリップ。最終ラウンドに入っています。 WBC 世界フライ級タイトルマッチ、チャンピオンのユーリ・アルバチョフ対挑戦者第4位チャ・ナムフン。もうチャとしてはノックアウトしか勝つ道はないでしょう。どうだ、これはどうだ、倒れたところ、倒れたところ、上から叩きました。今のは、今のはスリップですか。スリップですね、スリップですね、スリップですね、スリップです、はい、今のはスリップです。しかし今渡辺さんちょっと危なかったですね、はい、今ね、そうですね、味方によってはね、レフリーによってはスリップを見てくれましたけどね。そうですね、一応ダメ、打撃が当たって倒れましたからね。はい、ボディ攻撃ワッツー、大きな右だ、チャレンジャーの右、打ち合いだ、打ち合いだ、左のフック。最終ラウンド、左ノックは空振り、また左、チャレンジャー右のストレート、チャレンジャー右のストレート、ニュートラルコーナーに追い詰めるチャンピオン。入ってくるところ右、左ノックはダメ、ボディから顔面パンチを出します。チャレンジャーチャーナムフン、残り1分20秒、ラストラウンド、入ってくるところ右、またバランス崩した、またバランス崩しました、これはスリップです。大変な打撃戦になった、左から右、右のストレート、右のストレート、右のパン、ボーナスでした、ボーナスでした、チャンピオン、チャンピオン、右のフック、ボディ、ボディがアッパー、左のフック、右のフック、完全に完全にボーナスだ、チャレンジャーボーナス、チャレンジャーのパンチを返す、右のパンです。よく見落ちてるが、チャレンジャー足に来ていますが頑張ります、チャレンジャー頑張る、ユーリ右のアッパー、ワンツー、ユーリワンツー、残り35秒を切った、ボディ、ラスト30、ラスト30、猛攻、猛攻、ボディ攻撃、ボディ攻撃、ボディを打つ、左を返す、逃げるチャンピオン、ボディを狙うチャレンジャー、残り15秒、ボディが勝つ。渡辺那須さんの採点は10対9。いやー、しかし渡辺さん最後すごかったですね。そうですね、本当にまあ、ユーリ選手も素晴らしいんですよね、チャー選手頑張りましたね。いや、これほど打たれずると思わなかったですね、はい、何回か棒立ちだったんですがね、打たれれば打ち返すと、そう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 、ユーリーアルトカトでユーリ4度目の防衛成功です。ユーリアルバタコフ、これで4度目の防衛成功。しかしこの試合も苦しみました。日本で行われました昨年の陳雲